だからここで今から数ヶ月前にネピルムということを初めて話しましたけれどもネピルムがこの地球を支配しているちょっと貼ってくださいますかイルミナティはいありがとうございますこれが前にも見ていただいた非常に大事な世界征服の権力図です 前に言ったね、イルミナティ十三3家族おるわけよさっきロッシャイルド石油を持って世界を握ったロックフェラーロックフェラーは石油を握ってアメリカにいるね電車なんか全部潰す石油に頼らなきゃ生きていけなくなる水道工業みんなピラミッドちゃう ロックフェラーが手の中を収めたんですさらにロックフェラーは大学を作って医学部を作ってそしてそこで近代医学をやったわけですその影響を受けている日本の医学はだけどどうなってる病気治らないがんは増えていくばかりじゃない大きな病院が建っている先生はいっぱいできたがん治らない えこれどう思うのちょっとついでに話しますが皆さんが「あの喉かわいだな」と思って自動販売機で飲料水の、ほんで「あよかった甘くて飲みやすいな人工甘味料が入ってるね甘味料 あるいは「加藤」と言われたら昔は何によってできたと思ったか言うなら「加藤」ですから果物の砂糖を見て思った思うた今みんな入ってる日本人が今一番好きなの食べ物はらラーメンです加藤も入ってますよ全部ちょっと話ロシアで戻すと ロッシュアイルドがやがて世界を握る、さっきはロックベラ、ロックベラの話をきしてますが、ロッシュアイルドはヨーロッパを中心として世界を支配していた。金融ですね。虚無の世界ですね。金融は何も中身ないね。しかし世界を支配しているわけです。そのロッシュアイルドがガーッと成長していって、今言った金融王国を作るときに何をベースにしたか、タバコなんです。それ以前のタバコは、 甘くなかったしかしこれに甘さを加えたら加藤の話じゃないけど何百年も前にここに甘さを加えたら売れるんちゃうかと爆発的なんですこんでみんなタバコだタバコだってなってほんで皆さんご存知の通りその結果いろんな問題が起きてきたわけです今もうやめろということになる前に日本は潜培公社っていうのがあった政府の企業や それをタバコやっとった生まさだったそこで加藤皆さん飲んでいらっしゃる自動販売機のいろいろなジオ種類いろいろラーメン全部加藤です失礼ですが何で作られてるか知ってんのみかんやとかリンゴでとか 加藤を言うからくたむやろな違いますトウモロコシだ私たちはトウモロコシ戦後小さい時私たちはトウモロコシとナンバキビって言ったナンバや硬かったけどナンバーを食った今のナンバとかつてのナンバは違いますよもし皆さんアメリカのナンバつまり トウモロコシが終わってる畑見てごらんさい。ずーっと見渡すっりあるわ。そして道がずーっと畑の道ができる雑草一本もないよ。池ども池ども雑草一本もない。これが遺伝子交換の結果です。つまり害虫と言われるような生き物は全部これ死んだ。雑草も全部死んだ。 トウモロコシはどうするんだそれが過糖の原料なんですそんな悪くないじゃないかそうそこから薬品工場へ回しますね山のように採れたトウモロコシをそして薬品を加えるそしたらどうなるんや砂糖の6倍の甘さになりますね砂糖の6倍のどういうことやキューバ危機思えるでしょう キューバは核戦争が起きる直前まで行ってよ、あの、カッソロがどうのこうの、それは表の話や。キューバはアメリカに佐藤占売らないとなった、知ってらっしゃるように。逆や。アメリカが買わないと言ったや。だからキューバはもう苦し紛れで、当時のソ連に石あの <laughs> 買ってもらうということになったわけですね。ご存じのとおりです。いや アメリカはキューバから結局買わなくなってどうするんだそれからです1970年代から今言ったようにトウモロコシそこに薬品をぶっかけてそして砂糖よりも6倍の甘いものを作ったはっきり言いますがこれががんの原料ですロックフェラーにとってアメリカの大きな大学にとって医学部にとって大きな病院にとって医療財団にとって がんになってもらわんと困るわけです。薬品会社もそうやないと困るようになってるね。だから、がんは治さないですよ。そうでないと成り立たないから。から人間ってなんや奴隷です。人間ってなんや家畜ですよ。単に彼らにとっては。先僕言った、ネーピルム。彼らはネーピルムですから。 私たちと同じじゃないです次に進んで